UF-13A 型コンテナは日本貨物鉄道輸送用として席を編入している12フィート私有コンテナである。形式の数字 V-13 はコンテナの容積をもとに決定される。このコンテナ容積11立方メートルの算出は厳密には波数を四捨誤入計算のために 内容積12.5立方メートル -13.4 立方メートルの間に属するコンテナが対象となる。また、形式末尾のアルファベット一桁 V、A は、コンテナの使用用途が、引き見物を表す記号として付与されている。1988年より登録が開始された。利用形態は霊番台のみで、コンテナ外側の上下四隅に、ツイストロック受け金具が、 合計8個据え付けられているタイプ及び、株四隅のみのタイプと、四隅金具が全くないタイプとに分かれている。積み込み口のドアは、片妻タイプがほとんどで、片妻ま片側 L 字に方向タイプはわずかであった。また冷凍コンテナは、多くの機器や保冷性能を維持するために、固体壁が必然的に厚くなり、事長が重くなりやすい。そのためにアルミ製コンテナが登場している。 一東洋サーモコントロール所有。東急車両製の片妻開きで、総重量は6.8トンであった。冷凍機器会社が宣言のために製作した試作品のために稼働率は悪かった。二東洋サーモコントロール所有で、北海運輸借り受け。東急車両製の片づま片側 L 字に片開きで、総重量は6.8トンであった。 三、3日本石油輸送所有。日本フルハーフ製の試作コンテナ。片妻片側 L 字二肩開きで、総重量は6.8トンであった。四、日本石油輸送所有。元富士重工製の試作コンテナ。片妻片側 L 字二肩開きで、総重量は6.8トンであった。五から八、日本石油輸送所有で、愛媛県の神山運輸かり家日本石油輸送へ、返却。 旧、松山駅東京貨物ターミナル駅間で使用されていた。東急車両製の片妻開きで、総重量は6.8トンであった。なお、日本石油輸送のリースでは、基本的には、日本石油輸送、JOT のいずれかの表記、または、丸型の車掌が記されているが、本件では全く表示のないいわゆる、隠しリース物件であった。 九十日本石油輸送所有で、香川県の四国冷凍運輸かり家日本石油輸送へ返却。九、二代目高松駅東京貨物ターミナル駅間で使用されていた。東急車両製の片妻片側 L 字に肩開きで、総重量は6.8トンであった。なお、日本石油輸送のリースでは、基本的には、日本石油輸送 JOT のいずれかの表記、または、 丸型の車掌が記されているが、本件では全く表示のないいわゆる各シリーズ物件であった。11日本石油輸送が所有し、日本通運相模支店が借り受けて、荷主の東京大加盟を記していた。日本フルハーフ製造で、片妻片側 L 字に片開きしよう。総重量は6.8トンであった。当初は、日本石油輸送、JOT のいずれかの表記、 または、丸型の車掌が全く表示のない、いわゆる各シリース物件であったが、後年に両側の TOK、OK、表記部位を JOT の表記に差し替えていた。12三井物産所有。13三井物産所有。片妻一方開きで、すでに UF-11A で開発されて改良された、鮮度維持と積み荷から発生するエチレンガスの除去装置を備えている。 総重量は6.8トンで、もともとは UF-12A-3 であったが廃版となった。14から79関温インターモーダル所有。後に関ンロイヤルへ社名変更。片妻一方開きで、すでに UF-11A で開発されて改良された線路維持と積み荷から発生するエチレンガスの除去装置を備えている。総重量は6.8トン。なお、 個体外隅の四隅には上下8カ所にツイストロック仕様の受け側金具が付いていたためにクレーン2役に適していた。このために1990年代後半に一部の廃棄や事務所へ改造された個体を除き大多数が鹿児島沖縄間の内向コンテナへ転用された。個人画像サイトコンテナの絵本内 UF-13A 項目ありがとうございます。